はい、こんにちは、ロキです。今日はですね、一点集中するということでお話ししていきたいと思います。まあこの一点集中するっていう話なんですけど、じゃあ一体何なのかっていう話ですよね。まあ今まで僕がね、動画で配信してきた内容を見ていただくと、わかると思うんですけど、とにかくビジネスでね、うまくいこうとしたら、時間の確保がまず必要になりますよという話をしてきたと思うんですけど、まあ時間を確保してじゃあ何をするのかっていう話ですよね。ただ時間を確保して、何もしないというのでは全く意味がなくて、その確保した時間をですね、やっぱり今やっているとかやろうとしているビジネスに一点集中させるっていうことですよね。で、まあよくやってしまうのが、まあ僕も昔そうだったんですけど、まああれこれあれこれいろんなものに手をつけてしまうということですよね。まあ例えば、まあ僕なんかだったらカメラをね、やって、ある程度自分でね、思い通りの金額が稼げるようになりましたという段階で、全く違うね、畑の違うことをいきなりやり出したりとか、もう物販とは全く関係ないことをやり出したりとかね、して、やっぱうまくいかないんですよ。まあもちろんうまくいく人もいると思うんですけど、そのね、分野、例えば2個、3個、4個っていうふうに、自分の集中する分野を広げれば広げるほど、自分の管理が行き届かなくなるので、当たり前ですけど、ものすごくね、突出した結果を出しにくくなってくるんですよね。まあもちろんですね、まあ一つ一つの、まあそのビジネスに対して、もう1からね、10まで、全部人に任せられますという状態を、仕組みをね、作ってしまえば別なんですけど、ただ、それもね、自分で例えば、まあ月収ね、30万円なのか、50万円なのか、100万円なのか、もっとなのか、上なのかっていうところでね、どこまで自分で数字を作って人に任せるかっていうところにもなってくるわけなんですよ。確かにリスク分散、リスク分散っていうふうにね、よく言いますよね。リスクを分散した方がいいとか。で、そのためになんかいろいろね、手を出してやった方がいいというような考え方もあるんですけど、じゃあ、確かにそれもね、一つの考え方なんですけど、じゃあそのリスク分散をする際に、今の自分のレベルっていうのがね、どのぐらいなのかっていうところですよね。どのぐらいのレベルでリスク分散を考えているのかというところなんですよ。で、当然ね、まあ、30万円で、リスク分散しますって言ってね、二つ目のビジネスを始めるのか、それともね、100万円まで研ぎ澄まして伸ばして、それから、まあ、その状態を人に任せたりとかね、ある程度時間を確保できるような状態を作って、まあ、次のビジネスに移るのか、っていうところで、全くね、状況が変わってくるわけなんですよ。なので、なるべくね、今の自分の使える時間を最大限に使って、まあ、できればね、最大限に使える時間もね、いかにその時間を増やすかっていうことを考えて、後からいろんな考えって生まれてくると思うんですよね。今の自分自身の状況をもう大きく変化させなければ、もうこれ以上の時間の捻出は無理だなっていうふうに思ったら、もうリスクを取って大きな時間を手に入れるために動く必要があると思いますし、とにかく今自分がね、可能性のあるビジネスですよね。今自分がこれに集中すればもっとね、収入を伸ばせるかもしれないっていうふうに思ったビジネスに対して、もうものすごい時間を投入していくと。で、そこに一点集中すると。で、もちろんそれはね、不確実性なところに飛び込むわけですから、もう覚悟するってことですね。自分自身に覚悟して、これはうまくいくかどうかわからないと。それはどんなビジネスやってもそうですよね。成功するかもしれないし、失敗するかもしれないし。その不確実なところなんだけれども、やってみたら、ものすごいね、跳ねるかもしれないし、もちろんそれで収入がね、目減りしてい、く可能性もあるんですけど、やっぱりそのハイリスクハイリターンって言葉ありますよね。やっぱりリスクを取った人しかもう大きな利益っていうのは取れないわけなんですよ。これを安全を守りながらハイリターンを取ろうとするとやっぱ無理なんですよね。だから
いかにね、不確実なところに自分を投入していくか、自分の時間と労力を投入していくか、資金をね、投入していくかというところをどん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 こう極めていくと。で、その中で、やっぱり最初はもう一点集中ですね。もういろんなことにあれこれこう手を出すと、やっぱりもう分散して、意識が分散して、エネルギー分散しちゃうので、やっぱりね、伸びが中途半端になってしまったりとか、するわけなんですよ。特に一人でビジネスをやってる場合なんかは、すべて全部自分でやるわけですよね。全部自分でやらなきゃいけない環境にあるわけなんで、自分自身が極まっていかなければ、やっぱり人に教えることもできないわけなんですよ。だから、ある程度のところまでね、自分のレベルっていうのを高めていくということが、もう最低条件になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。だから、なるべくね、自分の今やってるビジネスに関係性のあることを、まあ、追加でやっていくとかっていうのはすごくいいと思うんですよ。うん。まあ、僕なんかもそれでやっぱりうまくいってるところあるんで、カメラをやりながら、まあ、コンサルしたりとかですよね。で、そのコンサルをしながらコーチングをしたり、これ全部つながってるんですよね。うん、カメラをやっていけばやっていくほどコーチングもね、もちろん当たり前ですけど実績が伸びてきますし、カメラをやってやってでコンサル取ってもやっぱり教えることもできるしということで、これ全部つながってるんですよ、うん、どれをやってもどれにも反映するというか、うん、でも全くもう物販やってるんだけどもう全然違うね、本当に畑の違うことをやり始めるとかってなるとやっぱ関連性がないからものすごい難しいわけなんですよね。それでもちろんうまくいく人もいると思うんですけど、やっぱりリスク、力が分散してしまう分、やっぱり成功確率も下がるし、当たり前ですけど、時間もね、全く違うことに時間を割くわけですから、もう水と油みたいな感じになっちゃうので、やっぱりその反映がしないわけですよね。うまくその、まあ、A、B っていう仕事があって、A をやったら B にも反映する、うまくいく。まあ、今僕が話したようにカメラ転売をやりながらカメラのコンサルをやればカメラ転売を突き詰めれば突き詰めるほどコンサルの質も上がるわけですよね。当たり前ですけど教えられることも増えると。でこれ反映されてますよね、うん、だけどもう全く違うことですよね。例えば、まあ、カメラ転売をやりながら例えば FX やるとかもう全然これ反映がしないんですよね。つながりがないからもう本当にそれこそ全く別々の水と油のものをやってるような状態なので、やっぱりうまくいきにくいところはありますよね。うん。よっぽどカメラにの力を抜いて、カメラを本当にやらないようにしてとか、で、FX に集中するとか、まあ、例えばサラリーマンの方だとかだったらね、逆にやりやすいかもしれないですよね。だって、なるべく力を抜いてね、固定給もらえるわけですから、本業の方もできるだけ力を抜きまくって、ストレスもなるべくもらえないようにして、それでもうある時間を全部 FX に投入するとか、そういうことはできるかもしれないですよね。それでも固定給もらえるわけだから、生活は確保されるわけですよ。で、その上で、やるっていうのはもしかしたらいいかもしれないです。でも、最終的にはやっぱり自分でね、全部自分でやるということになってくると思うんで、そうなった時に、やっぱりなるべく関連性のあるものを選んで、A をやったら B にもその力が反映すると。いうようなことをやっていった方がやっぱりうまくいきやすいですね、うん、で一つの A に集中すればするほど B も持ち上がっていくというような関係になるから、まあ、伸ばしていく、広げていくにしても広げ方っていうのがやっぱりあるので、うん、本当に最近それすごい重要だなっていうふうに思ってますね、うん、まあ、僕も本当にいろいろやって、やっぱりダメだったりするわけですよ。本当にもう結構ね、結構やったんですよね。うん、いろんなビジネス試したんですけど、やっぱりね、なかなかうまくいかなかったりするんですよ。で、これはもう先生にも言われてたんですよね。やっぱり本業の深掘りをするっていうのが一番、成功しやすいっていうふうにやっぱり言われてて、うん、いろんなものに手を出せば出すほど、自分の意識っていうのは分散するから、エネルギーも当然分散しますと。そうすると、当たり前に成功する確率も減りますよねっていう話で、まあ理にかなってるんですけどね。うん、でそれを考えずに何でもかんでもね、あ、これもやってみよう、あれもやってみようって。で、実際に見てみたら、全然関係のないことをね、組み合わせてやろうとしてて。で、やっぱりエネルギーも分散するから、やっぱうまくいきっこないですよね。うん、で、ってことに、まあ、僕も気づいて、それで、やっぱり、まあ、今突き詰めてね、カメラの方もやっているということなんですよね。だから今まで本当に、そうですね、半年前と今ですよね、やってること自体、まあ、
変えてきてもいるんですよ。新しいことももちろん取り入れてます。で、それもおそらくうまくいくんですけど、今までのやり方をさらにこう深掘りしていって追求していくということも同時にやってるんですよね。だから半年前の僕のその売ってたものと今って違うんですよ。扱ってるものとかも違うし、うん。で、販路も違ったりするわけですよね。そう。だからもう本当に昨日とかも、コンサル生にはもう、報告はしたんですけど、本当に一出品でですね、まあ、4万円弱の利益を出すと。まあ、一発で4万弱ってことですよね。まあ、そういうのが普通に毎月毎月できるようになってくるんですよ。ちゃんと狙ってね、それも。うん、ラッキーとかじゃなくて、まあ、仕入れがめちゃくちゃ安かったとかでもないですし、普通にカメラの北村のね、ネットショップで仕入れて、それで売ったら、利益 4万弱出ると。で、別にそのベラボーにね、単価がめちゃめちゃ高いとかね、そういうことでもないし、20万、30万するものを売ってとかじゃないから、利益率もめちゃくちゃいいんですよ。半端じゃなく利益率いいんですよね。だからおそらく一発で4万出そうとしたら、利益率相当下がるはずなんですよね。もしくはもう本当イレギュラーな仕入れしなきゃいけないとかね。ものすごいね、まあまあ即決で取って4万っていうのもなかなか難しいと思うんですけど、で、それを毎月毎月コンスタントに僕出してますから、毎月毎月それが出せるかっていうと、なかなか難しいと思うんですよね。でもそういうのも、やっぱりできるようになってくるんですよ。追求して追求してやっていくと。うん。でもそれってじゃあなんでかって言ったら、今はね、他のものに脇目も触れずに、もうカメラに集中したりとか、やってるからなんですよね。深掘りして深掘りしてやるから、そういうことができるようになってくると。いうことなんですね。うん。だから本当に、もうつい3、4ヶ月前とか半年前の僕の利益の取り方と今の取り方っていうのは違ってきてるわけなんですよね。こんな風にやっぱり検証して、新しい利益の取り方はどういう風にやったらいいんだろうっていう風にね、やっていくと、カメラ転売っていうね、ビジネス自体は変わってないんだけれども、細かく自分の中のノウハウの積み上げがね、変わっていくわけなんですよね。だから教え方も変わってきてますし、今のコンサル生の人には今の生の情報をね、やっぱりお伝えしているということになるんですよ。で、その中でも僕の中で、本当に新しい分野というか、カメラ転売のね、新しい分野も徐々に改築していくということをやってて、もう本当それはカメラの中で広げてるってことじゃないですか。うん。だからそれが、まあ、今後ね、いろんなことに生きてくると思いますし、まあ、こういうマインドセットを話すときにもそういうね、うまくビジネスをね、作っていくという方法として、まあ、伝えられるようになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。だから本当いかにね、一点集中するか、ですよね。うん。もういろんなことにこうバーッと手を出して、ちょこちょこやってもなかなかやっぱうまくいかないので、なるべく自分の中で本当に集中して管理できるっていう 分野というか、数っていうのは絶対決まってますから、絶対決まってるんですね。で、その中で一番利益が取りやすい方法にもう一点集中する、自分の時間と労力で投入する資金を全部もうつぎ込むってことですよね。そこにかけてやると、うん、で、これが本当にできるようになると利益の取り方っていうのもやっぱり大きくなってくるし、リスク分散って言って、たくさんね、目をつければつけるほど逆にリスクになったりするわけなんですよね。うん。だって集中力が分散するから、うまくいくかわからない確率の方が高くなってくるわけじゃないですか。ってなると一見リスク分散してるように見えて、リスクが増えていると。うん。いうような形にもなりかねないので、だから本当に一つの分野をある程度以上ね、もう突き詰めていって、あ、もうこれ以上これやることないなっていうレベルまで行ってから、まあ、新しいことやった方がいいんだなっていうふうに僕も最近は感じてます。自分の体験談を通じてね、それは本当に思ってますね。うん。だからある程度自分の目処としてね、物販ではこのぐらいの利益を取っていくというふうに決めて、そこに行くまではもう追求していくと。うん、で、行ったらまあ人に任せるとかね、そういったことはまあ全然いいと思うんですけど、ある程度のところまでは、まあ、自分で本当にやっていく、うん、っていうところがものすごい大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、なので、一点集中するということで、まあ、それがね、分散すれば2点、3点、4点ってこうね、力の入れどころが増えれば増えるほど、自分のね、注げるエネルギー、時間、資産っていうのも、減っていきます。1個ずつのね。うん。で、減っていくってことは確実に一個一個の精度は落ちますし、
一個一個の成功確率も当たり前のように下がるわけですよね。だからリスク分散、リスク分散ってね、言うかもしれないですけど、よく考えた方がいいってことですね。本当にそれってリスク分散になってるんですかということですね。うん。なので本当に、自分のやっている分野を深掘りしていくってことですね。どん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 深掘りしていって、もうそれこそね、根強いものにしていくと。うん。それが、まあ、まず一番最初にやることというか、先決ですね。先決で、それができたら、まあ、じゃあ次ですよっていう感覚を持ってやった方が、うまくいくんじゃないかなっていうふうに今は思うので、うん。まあ、今回はちょっと一点集中するということで、どれだけね、自分の管理できるものが、数がね、絞られてるかどうかってことはすごく大事です。うん。本当に数が増えれば増えるほど人は管理できなくなってくるんですね。うん。数が、管理する対象が増えれば増えるほど管理能力が落ちるので、管理能力が落ちるってことは精密にそのね状態を把握することは難しくなるってことなので、そうなるとどうなるかって言ったら、もちろん精度は落ちますから結果も落ちるってことなんですね。だからそういうことで、まあ一点集中、まあできる限りね自分のやることっていうのは絞っていって、でそこにエネルギーと時間と労力っていうのをもう資産っていうのをね、投入していくということをぜひですね、意識してやってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。今回はですね、この辺で動画を終わりにしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。こういった動画をどんどんアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい。で、メルマガの方もやってますので、動画の下記からメルマガ登録していただくと、僕と直接やり取りできますので、ぜひメルマガも登録してください。で、もし今回の話が良かったよということであれば、グッドボタンで応援してくださると非常に嬉しいです。はい。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。感謝いたします。